東京大学2023年の電池機に関する入試問題の続きその3です。2、質量スモール M の測定に用いた抵抗の抵抗値 R を精密に決めることを考えよう。金属や半導体に電流を流し、その電流の向きと垂直に磁場をかけると、ホール効果によって電流と磁場に垂直な方向に電位差が生じる。このような電子部品をホール素子と呼ぶ。ホール効果のうち量子ホール効果という特殊な場合には、生じた電位差と電流の比 RH の値は厳密に決まっており、抵抗値の基準となる。 RH を基準として未知の抵抗値 R を測定するため、図 2-5 に示す回路を用いる。ホール素子には芯面に垂直で裏から表に向かう磁場がかけられており、 P1 から P2 の向きに電流 IH を流すと、 P3 を基準とした P4 の電位は RHI1 となる。 P5 を基準とした P4 の電位 V を内部抵抗の十分大きな電圧計で測定し、正の大きな増幅率 A を持つ可変電源に入力する。可変電源は電圧 V'A=AV を出力し、抵抗値 R' の抵抗に接続されている。ホール素子は P1 と P2 の間に有限の抵抗値を持つ。ソレノイド1、2、3は非等時率1の1つの円筒に巻かれており、単位長さあたりの巻き数はそれぞれ N1、N2、N3 である。ソレノイド2と3は同じ向きに、ソレノイド1はそれらとは逆向きに巻かれている。電源1、電源2、可変電源から流れる電流をそれぞれ I1、I2、I3 とし、それぞれがソレノイド1、2、3に流れている。 I1 と I3 は電源に内蔵された電流計で測定している。ソレノイドの導線の抵抗は無視できる。以下の設問に答えよう。1、P5 を基準とした P4 の電位 V とソレノイド内部の磁場 H の大きさを N1、N2、N3、I1、I2、I3、RH のうち必要なものを用いてそれぞれ表せ。2、以下の記述について A と E に当てはまる式を N1、N2、N3、I1、I3、R、R' のうち必要なものを用いて表せ。磁気センサーでソレノイド内部の磁場 H を測定し、 H=0 となるように電源1の電圧により I1 を調整した。この時 R 分の RH イコール A プラス A 分の 1×E と表すことができる。増幅率 A が大きいので近似式 R は約 RH×A のマイナス1乗が得られる。ソレノイドの巻き数をうまく選ぶことで電流の測定誤差に比べて抵抗値 R の測定誤差を相対的に小さくすることができる。量子ホール効果での RH は物理定数であるプランク定数 H、 電気総量 E と自然数 P を用いて RH イコール PE 乗分の H と表せる。ここでは P イコール2、 RH イコール 12.9 キロオームの素子を用いる。今測定したい抵抗値 R は100オーム程度であることが測定前に分かっている。測定誤差を小さくするために N1 分の N2 が RH 分の R と近い値となり、 N1 分の N3 が小さくなるように巻き数の比を選び、 N1 対 N2 対 N3 イコール1290対10対129とした。3、電流 I1 と I3 の測定値と真の値および抵抗値 R の真の値を表 2-1 に示す。電流の相対誤差は 10% 程度である。 I1、I3 の測定値と設問2-2で得た近似式から抵抗値 R の測定値を有効数字3桁で求めよう。またこの抵抗測定の相対誤差は何%か、有効数字1桁で答えよう。1番の問題です。 P5 を基準とした P5 はここですね。 P5 を基準とした P4 の電位 V をと
ソレノイド内部の磁場 H の癖を表せ、 N1 から RH の実質のものを用いて表しなさいという問題です。2つの問題がありますが、で先にこの P4、 P5 を基準とした P4 の電位 V ですね、この V を求めてみます。でここの閉回路を考えます。ここに、まあ、たくさんの他回路がありますけれども、ここの閉回路だけを考えます。でここには I2 という電流、ソレノイドから来た電流がですね、ここに I2 が流れています。ここが抵抗です。ここが抵抗値 R ですね。で I2 電流が流れて、こういうふうなここの閉回路を考えます。これがホール素子ですが、まあ、ホール効果によってここに、まあ、電流がここ I1 が流れているわけですね。でこのこういう磁場がこう裏から表向きに、ね、かけられています。磁束ミス B です。でここで電位差が生じるわけですね。この電位差をホール電圧というわけですね。まあホール効果を簡単に、ここで言うと、ここにまあホール素子があるとして、ここに磁場がかけられています。裏から表向きですね。磁場がかけられて電流がこういう向きに流れているとすると、その、ローレンツ力あるいはフレミングの左手の法則から FBI で B がこうですね、 I がこうなりますから、こういう向きに力が、電磁力がかかるわけですね、ローレンツ力が。ですから、まあ、こういう向きですから、こういう電位差が生じるわけですね。ですがこちらプラス2がマイナスがなって、こういう電位差が生じる。この電位差をホール電圧というわけですね。でこのホール電圧と、ここで充電子がこちら向きになって動きますけれども、結局ローレンツ力とクールン力、その電位差によるクールン力ですね、ローレンツ力とクールン力が釣り合ううちで、まあ、充電子がまっすぐ進むわけです。こういう、まあ、ホール効果ですね。こういうことが、まあ、簡単にホール効果というわけで、電差、ホール電圧が VH にかかっている。でここに閉回路を考えると、キリーホフの法則から VH イコール V プラスこの電圧効果 I2R、 こういう関係式が成り立ちますね。でこのホール電圧というのは電流が I で、先ほどの問題文で説明があったここの RH ですね、この比が、電流と電差の比が RH だというわけですね。これ量子ホール効果によって、ホール効果という場合はそこ階段状になっていくわけですね。量子ホール効果というと、その RH、 この電流が I1 とすると、その電圧、ホール電圧というものは I1RH で表すことができます。ですからこういうキルホフの法則でこういう関係式になりたしますから、 V はこれを移行した形でこうなります。次はそのソリノイド内部の磁場 H の大きさを表します。でここのソリノイドはヒート実力値ですから、まあ真空中と同じというわけですね。ですからここで奇数が N1 ですね、ここのソリノイド1の場合ですね、これは奇数が N1 で電流が H です。ソリノイド2の場合は奇数が N2 で ID、3連の3の場合は N3 で I3 というわけですね。ですからこの巻き数、体内差というのは巻き数に比例します、電流に比例しますから、磁場はこのこういう向きですね、こういう向きですから、右ネジの法則でこういう向きですから、こういう向きの磁場が生じるわけですね。で逆にそれの2のや3の場合はこういう向きですから、逆になるわけですね、こうなりますから向こう側になるわけですね。こちらを正とすると、こちらがマイナスというわけですね。ですから結局その磁場 H の大きさは、そのここでまあその反対ですから、まあ全部プラスで符号をマイナスにすればこういうことになりますね。まあ大きさですから絶対値を書きます。ですから H1 の場合 N1I1 以降2の3の場合はこういうようになるわけですね。ですから絶対値をやって、このこういう式になるわけですね。これが答えになります。括弧2番の問題です。 H イコール0となるように、電源1の電圧により RH を調整した。この時 R 分の RH イコール A プラス A 分の1かけ E と表すことができるという、ここでここに数式を埋める問題です。まあ、N1 から N2、N3、I1、I3、I2 がないわけですね。 RR ラッシュのうち必要なものを持ちて表せという問題です。ですからここの1番の全問の結果を利用します。 H は磁場の大きさはこういうふうに表すことができました。これが0ですから、まあ、絶対値を除いて N2I2 はこちら移行して、こ
こういう式になりますね。これから I2 を N2、 これから I2 イコール N2 分の N1I1 マイナス N3I3 になります。で、そのもう一つ V ですね、 P5 を基準とした P4 の電位 V ですね。そのここの V がこの可変電源に行くわけですね。その V はこういう式で表すことができました。で、ここの I2 ですね、この求めた I2 をここに持ってきます。 I2 ですね、 I2 を用いてはいけないわけですから、ここへこれを持ってきます。ここへで、ここで、そのソリノイド3のでこう流れるここの閉回路を考えます。ここの可変電源ですね、こういうここにキリーホフの法則で適用すると AV イコールここの AV イコール R3R' になるわけですね。ここの V はここのこれですね、この式になりますから、ここに持ってきます。 A 倍のこれですね、ここ持ってきました。これが R3R' です。で、これで、まあ、このここを求めたいですから、まあ、これを R でくくると AR でくくると R 分の RH、 こう出てくるわけですね。 R 分の RH がここが出てくるわけです。出てくるように、まあ、R でくくったというわけですね。で、これが AR がこちら来て、これが残りがこうなる、これはそのままです。で、ここを求めたいわけですね。これですから、これは AR 分のこれ I3R' になりますね。で、これを求めたいですから、 R 分の RH、I1 はこれ移行して、結局こういう式になります。で、R 分の RH は I1 で割ると I1、 ここが I1 ですね。これも I1 がこう来ます。で、まあ、ここは A 分の1ですから、まあ、ここはすでに A 分の1にして、これをこちらこう I1R こうなるんですね。で、求めたいのはこれですから、 R 分の RH はこれ足すこれで、これを N1 と I1 で消えて N2 分の N1、 でこれはそのままですね。で、これはこちらを入れて、これです、ここをこうですから、A がこういう答え、E がこういう答えになります。過去3番、最後の問題です。I1、I3 の測定値と2の過去に出た近似式から、抵抗値 R の測定値を有効数字3桁で求めよう。また、この抵抗測定の相対誤差は何パーセントか、有効数字1桁で答えようという問題です。まずそのここですね、抵抗値 R の測定値を有効数字3桁で求めるわけですけれども、この2の括弧にいたら全問ですね、近似式 R は約その RH かけの R の A のマイナス1乗を逆するということですね。 A というのはこういうふうに出ました、それの逆数です。で、 RH というのはその 12.9 キロオームだという、これはもう問題文が与えられています。それから巻数の比ですが、こういうふうになっております。で、 I1 という測定値が540マイクロアンピア、 I3 の測定値が400マイクロアンピアだったというわけですね。で、ここでその R を求めるわけです、この式から。で、これをまあその N2I1 分の2分してやるよりも、もうこれそのままを使った方がいいですね。これで、なぜならばこの比がありますから、これとこれの比ってもうややこしいですから、この単位がマイクロアンピアというのがありますから、もうこの比をそのまま使います。ですから N2 分の N1 いたら、 N2 分の N1 は10分の1290で129、 N2 分の N3 いたら 10分の129ですね。 N2 の N3 ですから 12.9、 I1 分の I3 といったら、 I1 分の I3 いたら540分の400で、もアンピアがもうマイクロアンピアが除かれて、540、400で10を消して54分の40、これ27分の20となります、簡単に。で、これ当てはめればいいわけですね。これそれぞれ N2 分の N1 がこれで129、 N2 分の N3 が 12.9、 I1 分の N3 がこれですね。ですから、まずこれをまず中、カッコの中をもう見てみます。分母を27にして、 129×27、 マイナス 12.9×20 ですが、129にすると2になりますね。で、129でくくると25になります。 129×25 で、これまあ逆数、まあ、まずこれもまたさらに3で割ると943とこう簡単になりますね。ですから、これは最後にこの逆数がやるわけですね。43分の 20×25 分の9になります。これがこういう数字になるわけですね。で、 RH が100これになりますから、結局 R は12.9、ここ10の3キロオームですから、10の3乗倍します。
でこれをここがこれがこうなりますからこうですね。あとはここ永遠と計算するのみです。ですから12これが129にすると10の2乗で100になりますね。943×20 これとこれで25と100で4倍になりますね。ですから43分の 129×4×9=36 で分子は 129×36 がこうなります。それを43で割るとちょうどジャスト108になるわけですね。ちょうど有効数字3桁になりますから R は108オームと出るわけですね。で相対誤差というのはまあ相対的なものですから誤差ですから真の値、真の値分の測定値引く真の値ということになりますね。ですから2になります。106分の2ですから、まあ、106はまあ約100としてその2というわけですから結局まあ約 2% というのが大体わかりますね。これですから答えが 2% だということになります。